はい、こんにちは、村田ラッシュです。はい、本日ですね、こちらのニューボードを乗っていきたいなと、思います。さらにね、今回は前回のサブチャンネルで話したこちらの僕のね、あのニューデッキパッチ、新型版のどんぐりパッチを実際に使用して、レビューしていきたいなと、思います。いやー、今からね、こうやってステッカー貼ってくるんですけど、やはりね、ニューボードは気持ちいい、間違いないですね。見とっても気持ちいいですね。はい、それを動画で撮るっていうのもなんとなくこっちも気持ちいい。はい、まあ、このね、今回は新型デッキパッチを使っていくんですけど、こだわって作ったのはもちろんなんですけど、本当に実際に、まあ、サンプル状態なんで、本当に今実際にあの滑らないのかっていうのをやっていきたいと思います。もし滑った場合はね、直せるので、まだサンプルなんで、実際にやってどんな感じか試していきたいなと。いや、もちろんさ、この間形はかっこいいじゃん、うん、だから次は乗ってみてこの角度がね、はい、もっと寝た方がいいとかさ、はい、いろんなこと、高い方がいいとかさ、はい、真ん中にやっぱりボコンとなった方がいいとかさ、それは今度乗ってからだよね。そうなんですよ。とりあえず今はスタイルと素材だよね。はい、マジステッカーあるのがね苦手なんですよ俺。だけど小学校の頃スポンサーついた時、子供の板にステッカー貼るのも嬉しかったけど、今はやりたくないねあの頃なぜか嬉しかったよ、親としても。で、うまく貼れんのだよな。難しいよな。そう、空気入っちゃう。でもういいやってなって結局むちゃくちゃになっちゃうんだけど、ステッカーの貼り方は前も言ったけど、全3ボード決めてあって、一番お世話になったらクイックと紫は一緒の場所にメインで。あとキッズの時さ、スポンサーつくと嬉しくてお父さんも車にステッカー貼るやん。ああ、確かに俺貼っとったじゃん。だから嵐のリップカールとチャンのロイヤルと2つ貼っとった車、はい、喜んで。そうです。どっちが好きやっちゅう感じで今のさ、親御さんたちもやっぱり子供がつくと車に貼るんかな。貼るやな。まずはね、1本目完成ということで、こちらのニューボードできました。どうですか。いや、かっこいいよ。クイックってかっこいいよ。クイックをかっこいいし、なんか俺ウェットもかっこいいと思う。今回の袖の入れ墨みたいな、絶対あれちょっと俺もう似合わんかもしれんけど、若かったらっていうか、おっさんでも欲しいなと思う。かっこいいもんね。いや、あれ俺正直欲しい。クイックくれるかな。画面ついっすね。画面つい、何気に今。そう、こっちに下にあるのが、ニューボードの2本目で、こちらは今日乗らないんでね、ステッカー貼らないんですけど、こちらは新型の黒版を写してください。でも黒もシンプルでよくない？そうなんですよ。いや、俺ぜひさ、一言言いたい。これが、あと、あの水色作ってよ。ダメだわ。考えます。いや、かっこよくない？なんかああいうのないじゃん。確かに。で、ちょっとあれでマットっぽくしてさ、ちょっとポルシェっぽい色になんか車で例えたらダメだけど、あれのもうちょっと薄い感じのゲレンデあるの、うん、屋根黒で、いや、かっこいいよ。ちょっとため、考えときます。いや、作る気ない顔してる。はい、というわけで、ね、今からですね、サーフィンの方行っていきたいと思います。はい、というわけでね、海に到着したので今からサーフィンしていきたいなと思います。本日ね、この海で膝もぐらいなんだけど、海の中にはね、試合が近いということで、もう日本のオールスター揃ってますね。そう、ガラちゃんからね、大和弘人君とか慶次郎とか、もう日本トップ、世界のトップがね、集まってる、状態ですね。まあ、そんな中ね、今からサーフィンしていきたいと思います。ちょっとね、こちらの僕のニューデッキパッチを試しながらやっていきたいなと思うんですけど、もあとは、まあ、ニューボード、ちょっと若干ね、気持ち的に気持ち小さいと思うんですけど、まあ、そこも試しながらやっていきたいなと、思います。どうも。ちょっとステッカー貼った感じでデッキパッチのイメージ見せてよ。イメージはこんな感じです。あ、でもなんかおしゃれ、ちょっと新鮮じゃないか、うん、ちょっとなんかスタイルっぽくも見えるけどね。まあでも使いやすさ重視の部分はあるので、うん、使いやすさ重視で今回は考えていきたいなと、思います。で、使いやすさ重視の試合用重視なのにスタイルっぽく見えたら言うことないじゃん。それはベストね。だからそんな感じで、はい、ワックスもいい感じに塗れる。お、綺麗だ。まあ風ワックスで塗って今からサーフィンしていきたいと思います。まあ、今日の課題の部分ではやはりね、試合も近いということで、求めているトップを意識しながらも、好みの時の場合を想定して練習していきたいなと思います。はい、ちょっと板もね、ニューボードでいい感じなんでやっていきたいと思います。そうそう、そろそろ試合モードでね、はい、行きましょう、はい、そんな感じで YouTube も伝えていきましょう、徐々に。そうですね。
やった今日出んじゃないの YouTube でねえ今日 YouTube 出んじゃないの嵐のファンですかうんじゃあほとんど嵐とどっちが好きなのどっちも嬉しいすごいずっとキャーキャー言ってみとった何歳何歳え喋って7歳え、今度あれでしょ、ほとんどサーフィンの試合するんでしょ、うん、するんだよすんのするな勝てる勝てる俺ガチで行くぞいい、うん、本気出すけど、うん、いけるうん面白いなすごいよ名前は大江コナミナミさんナミちゃんやってコナミちゃん大江コナミおで将来はプロサーファーですか、うん、すごその前にほとんど勝負するんだよな嵐と勝負はする、うん、するする嵐ともするんだおえじゃあ嵐の YouTube サーフィンで出てくれるの、うん、出る楽しみや楽しみやまず音に勝たなそう、ま、俺に勝ったら嵐の YouTube 出れるって、うん、じゃあ勝負するか、うん、よしすごいですね大ファンだってありがたくない嬉しいですずっと言ってた嬉しいですはいというわけでね今1ラウンド過ぎたんですけど、まあ、本数にね全然乗ってなくて乗れなくて結構ね落ち込むんですけど今回ですねグランドチャンピオンを取った西圭次郎プロも一緒にね MFI 取ったんですけどやっぱさすがでしたねいや波選びもうまいしねであとない中でも本数見つけて乗る、うん、確かにミドルからでも乗っとったりそうやっぱり数本数に乗るコツっていうのは見とって思ったんですけどその求めとる波を見つけることをやめることかなと、思いますねそれは、ね、どういう意味かと言うともうなんていうの良くないやろって思っても行くそうだから練習だからね試合じゃないから形状とか見とってもあそれ行くんやって波も行っとって意外とねターン2発とかしとったり結構見とってね勉強になるなと思いましたねだからおとんとか柴田さんの方もそのこれ無理やろとかいや良くないやろなと思っても意外と乗ってみると無駄にはならないと思うのでいいかなと、思いますまあ、というわけでね、ちょっと暗くなる前に2ランダ目で何本か乗ってやっていきたいなと思いますというわけでね、本日練習終わったんですけどこちらのね、僕のニューモデル の新時系の、調子とかちょっとね、感想を言いたいと思います結構今回素材とか考えてこだわったポイントなんですけどいや、これ結構いいと思います、本当にえ、滑りは滑りないっすよ、その、足をずらしやすいっていうのが結構僕的には特徴、こだわりが出ていてその分やっぱりねなんかテイクオフした瞬間っていうのはここの辺なんですけどやっぱりステップアクスがしやすいとにかく滑るっていう意味ではないんですけどいい意味で簡単に足をずらせるっていう部分がいいかなと思いました、ね、ゴテゴテしないからね、はい、だからずらしやすいけどグリップするってことでしょそうあとここがさ俺見るけど前より直角に近いじゃん、はい、だからパンド一番後ろが分かりやすいんじゃないそうですね感じますここ足でなのでステップバックができない方でもしっかりとねここの段ここの高さがあるのでしっかりとロックされるのでいいかなと、思いますねどうやら今サンプル状態で完全に 100% 完成ではないんですけどでもねいじるとこないぐらい良かったですねないねいやだから言っとるじゃんあとはブルーを増やすとかそのぐらいで形はいいんじゃない下手したらいやいいと思いますね下手にいじるとシンプルさがなくなるじゃんそう一番最初のデキパッチっていうのは、うん、硬いから、まあ、いや滑りやすいんですよだけどこの、デキパッチは前回のやつで勉強したから柔らかくしたんですよね最初から柔らかくなるようになのであと
なので、最初の一発目の一発目サーフでも全然滑らずにサーフィンができましたね。この素材がね、柔らかくなったのと、あとはよりね、あの素材を、薄くしました。そう、俺がそれ気になっとった。これが高いとさ、足が浮いた気がするじゃん、オーバーの話。だから薄いから違和感がないんじゃない？そう、ぜ、あの完全にこのサーフボードに足がついてる感じなので、あの違和感なしにサーフィンができるかなと思います。え、だいぶ薄いよね。だいぶ薄くして素材もあの柔らかくした。で、薄いからカチカチっていう面でもないんだ。そう、カチカチは絶対に滑るしダメなので、しっかりとね、はい、柔らかくして滑りにくいようにこだわりました。まあ、あとは見た目重視でね、よりシンプルに今回はして、ちょっと大人っぽく成人したのでやってみましたね。まあ、詳しいことはね、サブチャンネルで見てほしいんですけど、まあ、今回はね、こちらのニューモデルの、感想などを話してきました。これからね、どんどん板にこのステッカーじゃなくて、これからね、どんどんこちらのデキパッチを貼っていって、サーフィンしていくのでね、あのまた気になることあったらぜひね、コメント欄で、言ってほしいなと思いますね。いや、俺それいいと思うよ。あ、ねえ、今日ね、はい、俺ちょっと気になってたブランドがさ、はい、あの近くのサーフガーデンに入ったからさ、はい、またサブチャンネルでね、見てほしいです ね、 そうですね。ちょっとサブチャンネルアップさしてるので、いいブランド見つけたってことでね、はい、ぜひ見てください。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、おもろかったなと思ったらチャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。